を堪能しようとしたな。はい、ということでこんばんぐんぐんぐんドビレです。今日も来ていただきありがとうございます。今日はですね、まあ、何をするかというと、カウのガチャをねサクッと引いて、あーなるほどね、あーなるほど、はい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 、出ないということでね。はい、いやーこれカウね欲しくなりますね。次の仕事は、まあ、もう引き終わったんですけど、あの性癖に刺さる、カウはめちゃくちゃおっぱいでかいし、性癖だな、やっぱ性癖で引くべきだ、原神は。エロ、今の声エロかったね。はい、ということで怪盗祭やっていきたいと思いますが、はい、これは何ですか。あ、お祭りの日程を聞きに行くことにした、これかな。まあ、やってみましょうか。この通知を総務省へ送り、はい、それに相変わらずエロい女だ。でもさ、これでさ、行幸さんのスキンもらえるようになるってことでしょ。え、元気出てきた。言うわけないわ。なんか金持ってそうな女だな、相変わらず好きだ。その様子で私と一緒に彼女を訪ねてみる。行きたい、国生会いたい。なんかすごくない。なんかすごいすごい、見て見て見て、めっちゃすごい、見てよ、祭りの雰囲気だ。あ、すごいすごいすごい、お祭りじゃん、綺麗だ。甘い、かっこいい。あら、行幸と旅人、君たちの歩き方珍しいわね。宝儀、さっき言ったこと全部覚えたかしら。怖い、パワハラ上司、怖い、パワハラ上司怖い、はい。なんかさ、普通にゲームだから受け入れてるけどさ、これさ、普通にさ、自分よりどう見ても年下のさ、こんな先進者のちっちゃいさ、ツインテールしてるさ、ミニスカートのガキにこんなこと言われたらちょっとイラッとせんか。忘れるところでした。確かに国生何歳か気になるよね。お試しください。国生あんな見た目で32歳とかだったらバリ興奮する、マジで最高ってなる。私国生大好きになる。それは国生はだって人間じゃん。国生あの見た目で32歳だったらバリ興奮せんか。32歳ツインテール猫耳みたいな、最高ってなる。旅人、うん、あなたは国勢と悪くない仲だし。悪くない仲ってのに、待って待って待って、悪くない仲って、説得してみてくれないかしら。もしかして私国勢と付き合っている。なるほどね、さすが旅人ね。それに誰かを説得するにはその人が感じてることを理解する必要がある。何を感じてるか、そのそれはちょっとエロくないか。もうもうダメだ、頭の中ピンク色だ。国勢はずっと、それかこういうことに理解があって信頼できる友達に聞いてみるってのはどうだ。じゃあシャンリン、なんで、ま、なんで勝利先生、なんで、まだ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 、それはおかしい、待って待って待って、それはおかしい、いやおかしい、なんか嫌な予感する。これクリックしたら勝利先生出てこん、ちょっと待って、怖い怖い怖い、無理無理無理、帰る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 、家だったわ。ここは家だわ。え、勝利に、ダイモンもビビってんじゃん。お、確かに頼りになるな。はい、聞いてみよう。本当か、今はお、これなんかワンちゃんフータオとか出てこない。あ、びっくりしたびっくりしたびっくりした、これは私の勝利先生だ。あ、びっくりした、何見てんの、なぜあそこを見ているんだ。がいくつか、てか夜になった。すごい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 、見て、めっちゃ綺麗、すごいすごい、すごくない、やば、めっちゃ綺麗、すごいすごいすごい、すごい、やばくない、めっちゃ綺麗、待って、やばいって、すごい、いやこれは、いや軍力閣もね再建されて、これ良かったわ。いや夜の景色めっちゃ綺麗だな、天の川があってすごい綺麗。いやこれ写真撮って回りたいですね。いや、綺麗、すごい、めちゃくちゃ綺麗。何見てんのさっきから。あ、人がそんな気になるの。綺麗、すごい、パソコンの待ち受けにしようかな、これめっちゃ綺麗、すごい綺麗、めちゃくちゃいいね。
猫ちゃん、猫ちゃんなの、猫ちゃんなの。うわあ！避けた。だと？この眼王テイ君の攻撃を避けただと？いや怖い。ちょっと待って。あそこの円の中に入ったら始まってしまうんじゃないか、もしかして。ゆっくり行こう。待って。深呼吸しよう。よし、いける。勝利先生なら、上司と一緒に外出中でございます。待って、デートじゃんね。待って、絶対それデートじゃん。待って、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 デート。はい、デート、デート、デート。いやいやいや、待って、一緒に外出中って何？いや、デートや、デート以外なんかある。男と女が二人で、ああ、外出かけるってそれ。デートじゃないですか、それ。いやデートしてんなこれ。2人でちょっと夜綺麗だから見に行こうっつって、いやお邪魔しちゃっていいんですか私それ。2人同士は散歩をしに行くと言っております。待って、それこそダメじゃん。だってさ、例えばさ、仕事だったらさ、仕事だから勝利さんついてきてよみたいな、あー構わないみたいなこと言って行くのはわかるじゃん。でもさ、散歩しに行くって言ってついてくんのはもう、だってそれできてない？ 100% それできてる、できてるよね。だってさ、仕事だったらわかるじゃん。仕事営業かけに行くからみたいな。でも散歩しに行くで、あーじゃあついてくっていうのはさ、もうそれ、熟年夫婦もしかして。怖い怖い怖い、怖くなってきた。何かが。お二方をお探しでしたら、はい、三杯酔いに行ってみてはいかがでしょうか。何三杯酔いって、何エッチなバーの名前ですか。酔うって入ってるから、これなんかお酒屋さんなんじゃないか、これ。もしかして、やばいんじゃないか。どうしよう、三杯酔いがさ、なんかさ、これラブホみたいな感じだったらどうする絶対ありえないけど、この三杯酔いがラブホやったらどうするかどうか一旦考えとこ。僕はそっと原神閉じておめでとうって言ってにっこりして寝るよ。この辺、あ、ここ、おい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 、なんか余計なの二人いるけど。隣同士やん。おー、いっぱい食べた。待って、無理だ。ちょっと待って、私フータを好きなんだよ。待って、どういうこと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 。二人で一緒に散歩行くっつって、ついでにご飯食べてくみたいな、仲良しじゃん。最高、マジで最高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 、ガチ最高。おめめキュッてしててかわいいね。ふーとんちゃんかわいい、もうマジかわいい、もうイカれてるわ、かわいすぎる。れーれーれ、はい、あたし特製のタレだからね、うん、味は保証するよ。かわいい、やっぱシャンリンかわいい。おめめがかわいいな、こうしてみると。書き込みすごいな。絶運の唐辛子をさっと炒め、ニンニクとネギを入れて混ぜる。それに塩、酢、醤油を加え最後に熱い油で香りを引き立たせたタレ。推しの新規ボイスやぞ。お前バカにすんなよ、おい。どの家庭においても量は適切でなくてはならない。ハッピーニューイヤー。すごく照れるよ。かわいい。ありがとう。私も口がうまい方だと思ってたけど、あなたと比べるとまだまだみたいだね。ちょっと一旦部屋の外行ってきます。ちょ冷たい空気吸って。これ気づきました皆さん、これ、いやこれまずあなた呼びですよ。いやこれすごい夫婦じゃんこれ。え、無理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 、好き、え、好き。待って、推しカプが会話してんだけど。待って、なんか冷静になってきた。これ同人誌かな、これ同人誌かもしれない、これ。あ、これ今の私ですね。おお、推しカップ会話しておるわーっていう、これわしです。今もう全く同じ顔してますわ。
待って、まだ言わないで。はい。この動詞が次々に当ててみせろ。何その顔、うん、エッチ。え、ズバリ怪盗祭に来たんでしょ。よくわかったね。すごい、フータ王の読解力マジで5億8200億。別に考えて、うるせえ、見ればうるせえ。フータ王が推理してくれたんだぞ、ありがとうって言えよ。久しいな、旅は順調か。え、無理。え、これ私の方向いてるってことでしょ。うぇそれでそれで、うちの家系に何のようなのかな。何、ちょっと待って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 、正座するわ。オッケーオッケー、正座したわ。待って、それでそれで、うちの家系に何のようなのかな。いや待って、おかしくない。勝利先生に何のようなのかなとか、勝利さんに何のようなのかな、ならわかるけど、うちの家系って何。待って、うちの家系ってマジで何。待って、やばくない。ちょっと待って、フータオから漂う匂わせがすごい。え、何、うちの家系って何。しかもなんかその目何、ちょっとガチじゃん。ちょっと待って待って待って、無理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 。え、独占欲的な、フータオが、あのフータオが独占欲、これはすごいことですよ。何のようなのかなって、別にさ、勝利先生が聞いたらいいじゃん。だって勝利先生に用があって来たんだよってさ、旅人が言ってさ、でそこでさ、勝利先生と話が始まったわけじゃん。で勝利先生がいいことだって言って、そのまま勝利先生が、で俺に何のようだって聞いたらいいだけの話じゃん。なんでフータオが聞くの。いや、その時点でおかしいじゃん。フータオが、勝利先生に用じゃったんだ、うん、そうなんだ、じゃあ私はまだ魚余ってるし食べようかなって言って魚食べてたらいいじゃん。なんで話に帰ってきたの。なんでしかもフータオが聞くの。なんかその勝利先生に話があるって言ってきたんだからさ、勝利先生以外の人がさ、聞いていい話かもどうかもわからないのにさ、興味持っちゃってんじゃん。フータオは完全に、別にフータオが関係ない話なのに、フータオが興味持っちゃってんじゃん。それはちょっとおかしくないですかね。いや、ここフータオが聞くの、マジで最高の最高の最最雑魚ってやつだな、これもうマジで最高。二人でモーニングコーヒー飲め、俺がおごるよ。いや最高だ。先に言っておくけど、私たちも今日大事な用事があるの。試食はついでだよ。はあ、ありがとう、フータオ。何の用事があるの、二人は。マジ、何の用事があるのか教えてよ。頼むよ頼むよ、教えてよ。もう頼む、邪魔しないから、もうご祝儀あげるから教えて。なんだこの目、いやらしい目しやがって。キスしてやりたい。キスしよう、フータ。あなたたちは雑談でもしてて、はい、私はチャーリンと一緒に天使のところへお茶を飲みに行くから。え、勝利さん、話が終わったら私に言ってね。待ってください、皆さん、皆さん、はい、ちょ、手挙げちゃった。手挙げても見えねえんだ、リアル VTuber で。リアルじゃん、実写の YouTuber じゃねえんだ。じゃあフータオとこのシャンリーがいなくなって、ホタルちゃんが残るわけじゃん。ホタルちゃんと勝利先生とパイモンが残るわけじゃん。もうホタル、私がホタルちゃんやったら気が気じゃないけどね。でも、これ待ってるんでしょ、フータオってなるよこれ。で、なんでここ見つめ合うの、わかるよ、ここが今ね、フータオが勝利先生に話しかけたから。なんでグオパーとホタルが見つめ合っとる。なんでできとるんか、お前ら、ホタグオ。なるほどね、新しいカップリングが生まれたということでね。なるほどね、はいはい。なんで今これ真正面見てる。見られてる。怖い怖い怖い、私の考察聞かれてる。やめてやめてやめて、見ないで見ないで、見ないで、やめて、恥ずかしい。いや、こっち見てんな。視線合ってるけど大丈夫、これ大丈夫そう。目綺麗、すごい、あら綺麗ですね。お前が必要だと言うなら俺からも意見を述べよう。待って、無理なんだけど、顔良すぎないか、この人。無理なんだけど。顔良くない、すごくない。なんか意外と髪の毛めっちゃ跳ねてるとことかめっちゃ可愛いと思うんだよな。好きだ。好き、好き。ここにいたのね。来ちゃった、ご本人登場じゃん。ドッキリ番組かよ。確かに忙しいのにどうしてここに来たの。どうしたの、
目が泳いでるみたいだけど。そうそうそうそんなこと、そんなことないですよ。何のことですか。全然関係ないですよ。もしかして急に来たから君と勝利さんの話を邪魔しちゃったかしら。だとしたら悪いことをしたわね。確かにそれはそうだわ。邪魔すんなよ。おいおい、久々にさ11万かけたさ推しと今会話してたんだよ。お前なんだよ、お前誰だ、お前本当だよ、邪魔すんなよ今さら。お前いきなり来んな、びっくりすんな。お前やめてほしいよ本当に。だから君たちに紹介してもらうのが最も礼儀正しい方法だと思って。ここがガウには聞かなかったのかにゃ、ニチャ。カウはここ数日休暇を取っていて、しばらく会っていないの。カウが？あの？カウが休んでる？え、休めんの、あの人。これもしかして。おめでたい日なのに、私の用事に付き合わせてしまって、本当に悪いわね。はい。花火に遅れないためにも、手早く済ませましょう。え、これカウが休むありえなくない？何言ってんの？え、絶対なんかしてるじゃん、カウ。一緒に？いやだよ、私花火を勝利先生と見るよ。何勝手に誘ってんの？いいわよ。用事を済ませたら、一緒に行きましょう。勝利さんも今年の花火大会はとてもいい出来栄えだから、うん、見逃さないで。もう国政頼むから、死ぬ前に絶対に勝利先生がガンオーテイ君だったということを知ってめちゃくちゃもだえてほしい。私ったらなんてことって、いや言ってほしい、やってほしい、絶対やってほしい。え、私、え、勝利さんがみたいな、なってほしい。ああ先ほど言ったことは二人とも心に銘じておいてくれ。はい。十分な素材を見つけた後またここで相談を受けよう。はい。物語か。おうおうおう、いるんだけど。え、嘘だろお前。十分な素材を見つけた後、はい、またここで相談を受けよう。ずっとここにいんの？ずっとこの人やば。え、じゃあこの辺にフータオいるんじゃない、これ。あ、ションリーいるじゃん。え、ってことはフータオも絶対どこにいるでしょ。このお客さんは明日の夜に宴の席を2つ予約してて、はい、あのお客さんは宅配の注文を。わ、来てくれたんだ。クオパオ最近どう？あの子のこと気にかけてくれてありがとう。かまどもずっと熱々で喜んでるよ。かまどもずっと熱々でクオパーも喜んでるよ。万民堂の味が恋しくなったらいつでも私に言ってね。え、好きじゃん私のこと。これ、え、大好きだ。え、これ座れんの？ここ、え、勝利先生のとこには座れないの？膝枕、膝枕じゃない、膝枕はまずいな。あー、ラブリー、マイラブリー、I love you。 チュ、え、かわいい。待って、身長差やばくない？やばくない？ちょっと横に並ぼうよ、ラブリー。やーばー、キュンです。おやおや、うん、怪盗祭楽しんでる？楽しんでる。こんないい日に私のところに来るなんて。うんうん、仕事の依頼をしに来たわけじゃなさそうだね。会いに来ただけだよ。単純に私に会いたくなっちゃったの？うん、急にそんな優しくされたら怖い話で驚かせにくくなっちゃったじゃない。照れてる。可愛い、愛してるよ。フータを抱きしめてずっと一晩中うなじにキスをしていたい。実は怪盗祭中でもね、結構忙しいの、うん、シャンリンからレシピをいくつか聞いて今試してるところ。え、はせっかく。いや、いらないわ。一口どう？あれ、な、何その表情。逃げようとしてるの？行かないで、絶対まずくないから。絶対まずくないから。絶対まずいやつや。絶対まずいやつや。かわいい、かわいいね、かわいいよ。でもまずいよ、フータは料理がまずいんですよ。あ、これ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 、料理をした時に 18% の確率で微妙な品質の同一料理を獲得する。でも料理下手なんだろうね。かわいい。でも勝利先生は食べてくれるよきっと。いや、知らないけど。え、マジで綺麗だ。お前が一番綺麗だよ。え、じゃあタルタリアもこの怪盗祭楽しんでるのかな。楽しんでるといいね。花火を調合する。はい、これ完成。何これ、
あと5秒だって。なんか出てんのこれ。これ最高じゃない？え、このイベントさ、え、最高じゃない？これイベントショップはここか。え、どどこ、え、いろいろある。あ、このマークが、あ、それなんだ。あ、じゃあクレイちゃんのやつで、これがモラで、これがあれだな、ベネットだな。これはまあハートのやつか。まあシンプルにハートなんだって。え、これ無限でいけるの？だって買ったらこれ無限でやれるってことでしょ。やっぱハートっしょ。よいしょよいしょよいしょ。違う、告白じゃん。言うとまた、これが俺の気持ちだってやつ。受け取ってもらえたかなこれ。最高、ありがとうふうたお。わー、しんゆんちゃんもいる。え、いざ。カズハはいないんですか？めっちゃいい。あ、始まっちゃったね。判定。運動な女め。待って、のろけ。待って、初手のろけ。粉々になった軍玉核だ。はい。その中に収蔵されてたものもどうせ全部壊れてるに違いないってのに、それを回収するだと。あの面倒な女め、のろけ。絶対これのろけのやつ。ありがとうございます。ほら。深淵にまで手伝ってもらってるくらいだ。まあ深淵はね、遅いになりましたからね、夫さんに。でも始まる前に突然行幸の秘書を名乗る人がやってきて、はい、北斗さんを連れて行っちまってさ。おい、手下にやらせるなよ。おい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 、手下に呼ばせるな、自分の恋人を。最高か、手下になって働きて。百分か百行って言ったっけか。あー、あんま覚えてないんだが。いや、覚えてんのは行幸さんのことだけだもんね。とにかく、うん、行幸の気まぐれで海の上にある収蔵品を回収してやることになった。え、もちろん多額の労働費用を支払ってもらう代わりにね。待って、行幸の気まぐれでしてやることになった。これさ、彼氏じゃん完全に。いや、もうあいつ本当に面倒な女でさ、いや、もうあいつの気まぐれで、ね、まあやってやることになったんだけどって言ってる彼氏じゃん。おいおいおい、休日に愚痴ってる彼氏くんじゃん。男同士の LINE グループで愚痴ってるけど、いや、でも、いや、じゃあ別れりゃいいじゃんって言われたら、別にそういうのじゃないけどとか言い出す男じゃん、これ。最高、最雑魚。うん、今は使える船が一隻も余ってない。ありますよ。あんたが船をさっさと終わらせようぜ。終わらせようぜ、テンション上がってんじゃん。だってさ、彼女からの頼まれ事だからさ、やっぱ嬉しいんやな。いや、これはちょっと皆さん気づいてないと思うんでいいんですけど、北行レズセックスなんですよ。で、これどういうことかっていうと、北斗さんと行幸さんはまあレズセックスをする中であるんですけれども、それに対して、あの、じゃあ今回の報酬を渡すわっつって、で、あの、行幸さんが北斗さんを呼ぶんですよ。で、呼んで、はい、これが今回の報酬よって言ってパンって渡されたお金がちょっと足りないんですよ。おい、どういうことだ、ちょっと足りないじゃねえかって言って、北斗さんがキッ
って言ってこう陽子さんがちょっと真っ赤な顔をしてちょっと下を向いて震えてるわけで、それで意図を読み取った北斗さんはたくじゃその分体で払ってもらうかなっていうやり取りをするんですよ。もう皆さん気づきました？気づきましたよね皆さん。私は気づきましたよ。もう一瞬でそこまで見ました。今はい、あ、オッケー。旅人信玄、あんたのこと私に当たってるんだが。はい、おっとごめん、すぐどけるから。信玄、あんたのこと私に当たってるんだが。いや、みんな気づいてほしい。信玄のことっていうのがこれ、別にことではないことに気づいた？隠語だよ。信玄のことっていうのは別に信玄のことではないからね。おい！おい、お前らやめろ！え？え、これがカルメン？え？まさか北斗の元彼かって思ったけど、全然これが元彼はやだわ。なんてことしやがる！はいはい。カルメン、久しぶりだな。また少し太ったんじゃないか？待って、ここのボイスめちゃくちゃ自分用に録音して使いたい。やばい、食べていいかな、この時間にケーキ食べていいかなって時にまた少し太ったんじゃないのかって流したい。このボイスいいね。ダイエットしてる人には最適。そのままだと茂みに体を隠せなくなるぜ。お前もそんなおっぱいじゃ隠せない、無理だ。これか。早く回収しろ。散らばってる小物は諦めて。おっと、あるものだけ持ってくぞ。悪いやつじゃん、持って帰る気だったのか。船を組み立てろ。あ、おこだ、北斗さん、おこだ。持ってるものを下ろせ。北斗の姉子、お好きなものをどうぞ。いや、お好きなものとかじゃないよ。これは私どもの敬意の証です。受け取ってください。うん、そうか、じゃあ全部もらおう。そうなんだよな。それはそれはあんたたちが触っていいもんじゃない。もう一度言う、物を下ろしてここから去れ。待って、バリかっこよくない？待って、ここの北斗さんやばくない？え、やばくない？それはあんたたちが触っていいもんじゃない。え、だってさ、これさ、これさ、よく考えて、みんな言いたいことわかる？行幸さんのものに触れるなっつってんだよ、これやばくない？例えばこれは北斗さんのもので、北斗さんが取り返しに来ただったら、おお北斗さんかっこいいで終わるけど、これ行幸さんのものに触るなっつってんだよ。俺の彼女のもんに触るなってことだよ。おい、やばい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 。え、北条マジでこれダメ、できてるよこれ完全に。やば、いやー、セックス、ね、だったらこれ以上の無駄話はなしだ。え、来いよ、とことんやり合おうじゃないか。あ、みんな来いよ、今の来いよ聞いた？来いよ、とことんやり合おうじゃない。いや、どエロいし、どかっこいいし、ど攻めだし、マジでやばい。あー、今キュンキュンした、胸が。あー、すごい、あ、すごい、ときめき、これが惚れちゃう、こんなの。させてください。とんずらされた。旅人、うん、あんたは先に軍玉閣に戻って陽光に伝言を届けてきてくれ。いや、それは北斗さんが行かなくていいんですか？まあまあ、2人はね、夜の時間があるから今会わなくてもいいってことね。 OK、 理解把握。そうだな、はい、物はもうほとんど回収したから報酬を準備して待ってろってな。ちょっとエッチじゃん。カルメンとトンズラも来てるってことは、まさかあの宝刀団の姉貴も来てるのか？みんな？みんな？みんな？元カノの匂いしない？姉貴、ついに女が来る！北斗と因縁のある女が来る！やばい、これは。これは元カノ説あるよ、これ。ヒュッ！やばい、これは女と女とセックスだよ。まあ、とりあえず、陽子さんに会いに行って伝えてあげますか。あなたの彼女かっこよかったですよっつって。いや、セックスバトルよ、こうなったら。いざ、陽子とその元カノとどっちが真に北斗とセックスなのかというセックスバトルが始まる。熱いな、熱いセックスバトルだ。座ってる、こんにちは。おかえりなさい。どう、北斗の方は順調かしら？
もう、もう、好きじゃん。大好きじゃん。一番最初に聞くとか。それは一時的なものにしか過ぎないわ。今すっごい深かった質問ことで、ことの顛末を知らせに来てくれてありがとう。お、何報酬？あなたたちにも報酬を用意したから。可愛い、パイモンが喜んでる。まあ、おるんかい。また回答祭の時期が訪れたわね。ね、毎年来るね。旅人、リュウエコーが恋しくなることはあるかしら。いつもそう。そうなの。そう言ってくれて嬉しいわ。花瓶覗いてみ。これ？なんもない。これ？なんもない。これ？これ？待って、これさ、逆に聞くわ。え、逆に聞くんだけど、これ付き合ってないってあると思う？これさ、だって北斗さんのここ一番大事な部屋なわけじゃん。これで付き合ってないって無理じゃない？逆に。え？これで付き合ってないは無理があるのでは？本当に市場のものではないってどういうこと？え？作ったってこと？いや、これさ、え、だってこれ、え、そういうことにならん？北斗さんがこれ自分で作ったってことになるよね。これこれはね、これは付き合ってます。これもしくはまあどっかから取ってきたものだけど、でもそれにさ、でもよく考えて、プレゼントを渡す、プレゼントとしてこれを行幸さんに渡すという判断わかるじゃん。なんで名前書くのって思わ？思わ？え？あのさ、好きでしょ。いや、ガオンテイクにはわかんねえ。好きやろ、北斗のこと。もういい加減認めえや。もう何もわかんないみたいな顔してんじゃねえよ、お前。好きなんだろ、大好きなんだろ、本当は。わかってんだよ、もう。ひぃー。だってもう見てください、この綺麗に飾られた花、桜っぽい花が。こうやってね、間違いなく、一流のこの盆栽とかをね、生ける人によってお花を生けられてるわけじゃないですか。このまあおそらくね、メイドとかにやらせてるんでしょう。見てくださいよ、この花。絶対これ自分で生けてるね。もう確信した、これ絶対自分で生けてる。これ美しくないもんだって。自分で摘んできて刺してんだろ、自ら自分で。だってなんだよ、そもそもこの行幸の陶器秘蔵品って、秘蔵品ってなんだよ。大事にしすぎだろ、お前。お前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 、とんでもねえことだな。ね、これかだけど、いや、北斗さんと行幸さんは体の関係だけがいいタイプですね。付き合ってて欲しくないんだよな。お互いが別にあいつはそんなんじゃねえよって思ってるのがいい。フライム？なぜこんなところにフライムが？なぜ？よし。付き合った。これか。はっ、天道万象。待って。うっとうシールに絡まれてる。めちゃくちゃうっとうシールに絡まれてる。まずい。なあ、お前ら、お前らは違うだろう。おい、違うだろう。なんで、なんでお前らまで。やばいやばいやばい、痛い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 、シュル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 。アップだ、アップだ、アップだ。天理チョーク。止めて。危な。やめろー。天道、ここにある。あー、びっくりした。で、これで、ね、ここだ。岩山八九。え、待って、本当
団女？嘘、砲塔団に女なんていたのか。これが涼子さん、違う、北斗さんが言ってたやつってこと？剣女万弱。え、これすごい、女いる。え、これが北斗の元カノってことなのかな。剣女万弱。これが元カノかな。え、これもしかしてさ、え、こっからずっと出てくるのかな、この元カノっていうか、砲塔団に女がこれから出てくるようになるってことかな。え、だとしたらクソよくないか。女の子だよ、女の子。女の子だよ、女の子。興奮してきた、女の子に。女の子が出てきてくれるんですよ、これから。最高じゃないか。これか。何これ。あ、変なところばっか。なるほど、そういうこと。待って待って待って、私こういうの下手なんだって。もう、え、ちょっと待って、無理、マジマジで私こういうの苦手なんだって。え、壊さなきゃいけないんでしょ、でもこれ。あ、通れないんだ、そこ。え？え、これ何ポイント取れたらいいやつだ？待って、まずい。これ何ポイント取れたらいいやつだろう。あ、あ、でもこれでいいんだ。あ、これでいいならいいや。もう二度とやらないけど。もう二度とやらない。まあ、自動エイムになってる分だけ若干楽という部分はある。回り道しろってことこれ。あ、ここか。ちょ、だる、だる、痛い。いやー、ちょっと待って、これだる。ちょっと待って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 、もうこまめに撃つ、こまめに撃つ、もう砲塔弾とか知らん、こまめに打つ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 。いいね、ナイスー。で、あとこれか。あ、これは多分あれだね、そんな難しいやつじゃないはず。クラカゲロウって何なの。はい、え、かわいい。はい、な、え、何これ何これ何これ、え、これが一番難しい。やだな、私マジでできないんだよこういうの。本当に本当にできないから、みんなよろしくね。ん、え、あ、あ、あ、なるほど。あ、これで正しい形にしろってこと。お、なんかそれっぽくない、なんかこ、こう、え、なんか近づいてはいるな。どうなんだこれは。でも反応しない。あ、でも合ってるんだ。あ、なんかぽくない。え、絶対こうだと思うんだけど。あ、でもこうだ。はいはいはい、一定時間経ったらヒントが出る。おお、なるほど。あ、こういうこと。これはだるいな。え、もうわからんって、こんな、なにこれ。え、なになになに、お、あ、なんか、おお、え、天才、船か。え、10秒だって。え、私天才かもしれん、これ。なにこれ、なんかいっぱいいろんなものが、え、でも重なるようにってことです。おえい、4秒。え、天才、終わったわ。天才これ。天才だ、私これで食ってくわ。父さんこれで食ってこうと思うんだ。運ゲーマーだったなこれは。今天才だった。あ、もうマジ一瞬で終わっちゃったじゃん、チート。
こんなんでチート使うのやだな。でも今日できるやつないよね、もう。あ、これは何？あ、これはまだだな。多分やってたら勝手に取れるやつだな。あ、これでもう今日のリーウェイのイベントできるやつ全部かな？北斗いた。どこだろう。あ、あれか！ほんまや、おった。こんにちは。ああ、うん。宴会の雰囲気が良かったから、うん、つい歌に力が入って喉が枯れちまった。かわいい。それはないさ。昨日も対局に誘われたんだ。気が向いたら好きな時に上に行けばいい。ん？ん？これさ、のろっけだよね。対局にって、だって北斗さんと陽光さんはそもそもなんか対局するんですよ。対局するっていう、なんかそういうお互いの趣味があって、気が向いたら好きな時に上に行けばいいって、だってこれ軍玉閣のことでしょ。え、しかもさ、この北斗という女、軍玉閣の何、何なのこの人。え、もう VIP やん、そんなもん。また来たなって思われてるよ、絶対。軍玉閣の女どもに。いや、すごい、これ。ああ、軍玉閣か。なんでわざわざ匂わせるような言い方したんだよ。言えよ、そのまま軍玉閣って。言ったらよかったじゃん。何？昨日も誘われたしなって。誰に誘われたのか言ってくれよ。わかんないじゃん。わかんないじゃん。やっぱはっきり言ってほしいじゃん。まあ、この話は置いといて。置いとかないで、戻して。戻しまーす。ああ、戻して。なんで？やだやだやだ、やめてやめて。おい、置いとかないで。年に一度の回答祭なんだ。でも、もう一回聞いて。ああ、うん。はいはい。付き合わせてじゃないなんてことないぜ。そうだ。一人で退屈しないのか？それはない。昨日も対局に誘われたんだ。北斗と陽子が一緒にいたら退屈することがないっていう公式の正解で OK？ これ。まあこの話は年に一度の回。そうだねとかはないんだ。あ、そう。そうですか。なるほど、理解しました。ありがとうございました。対戦ありがとうございました。いや、いいイベントだこれ。一生やってるわ私このイベント。対局というふりして、じゃあ今日は勝った方が上ねとかやってるわけでしょ。何の上とは申し上げませんが、こちらも、そちらが濁したので、こちらも何の上とは申し上げることはできませんが、今日は負けた方が上ね、勝った方が上の方も興奮するんだ、勝った方が上ねってことでしょ。何の上でしょうね、わかりません。軍玉閣という意味かもしれませんね、わかりませんけれど。ああ、嬉しいイベントだ。なんだかんだ2時間やってんの。イベントのなんか容量でかすぎるだろこれ。すさまじい長さだったな。でも毎日コツコツしなきゃいけない系じゃなくてよかったね。なんかすぐにさっくり終わる系でよかったわ。それだけは。